声でかすぎです。ああ、後輩と張り合ってどうするんですか。頭撫でないでください。私はもう立派な大人なんですからね。すぐ頭撫でてくるんだから。人を子供扱いして。よくできてるって褒められた。あなたはもっとすごい？初めて見た。魔力が強すぎて水晶が壊れるところ。魔眼は得意。じゃあ高崎優さん、エマさんたちに聞いたんですね。それでどういうつもりですか。何ですか、いきなり。気にしてませんよ。正体を隠していた私が悪いんですから。話が終わったのなら。あなたは誰のために戦ってるの。本当は自分のためじゃない。今の自分が嫌いだから行く。怖いけどまた行く。嫌いな自分を変えたいから。妹だから私が死なせた。それは私も思った。やっぱりあのプロでも強いんでしょ。勝てないんでしょ。いいよ、何でもやるよ。作戦を教えて。はい、ありがとうございます。ラティーファーです。はい、です。ごめんなさい。はじめまして先生、メリダ・アンジェルと申します。先生も学院にいらっしゃるんですか。おはよう、ネルバ。こんなこんなで、彼の力に入隊できなかったんです。ひどくないですか？決まってるじゃないですか。戦いを終わらせるために、頑張りたいんです。でも、ガドルがいなくなれば本当の平和が来るんですよ。当たったよ。ボンボンって何？そんなのわかんないよ。わかった。お姉さん、誰？お姉さん、どなた？新手の変質者か何かですか？私、買い物に行く途中なので、ごめんなさい。失礼します。鳩屋さん。すごい荷物。手伝うね。どうしたのこれ。